クルメ城は、筑後国老井郡にあった、日本の城。クルメ城は、クルメ市街の北西に位置し、筑後川が西から南へと大きく蛇行し、方満川と合流する、左岸地点にあった丘の上に築かれた。江戸時代には、クルメ藩の藩庁が置かれ、摂津有馬市の居城であった。明治時代初頭に建物は撤去され、現在は本丸に、有馬記念館と篠山神社が建てられ、 二の丸、三の丸は、ブリジストンクルメ工場の敷地となり、外郭は、市街地となっている。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。室町時代後期の永昇年間にこの地の土豪が、篠原城と称した取り出程度のものを築いたのが、始まりと言われる。天文年間には、老い軍事の棒が集築したとの記録がある。この時代は、 文語国の大友宗林と非禅国の竜頭王子、高信が争っており、この地は、双方の勢力が喫光する場所で、たびたび城主が入れ替わった。天正十五年、豊臣秀吉が九州を平定すると、大友宗林の娘婿である、毛利秀方が十三万国で、地区後久留米に封じられ堀を掘作し石垣を、積み天守を置くなど、食法基城閣への大改築を行った。 中法は、慶長五年関ヶ原の戦いで西軍に就いたため、戦後海域となった。本丸御殿後、築後国には、田中義政が三十二万五千国で封じられ、柳川城を本城とした。久留米城は、柳川城の四城都市次男の吉信を城主とした。現那六年、義政の子、田田政は、死死なく母子築後柳川藩田中氏は海域となった。 変わって県ら7年、丹波国福地山城主、有馬豊氏が21万国で封じられた。幕府のお墨付きを得た豊氏は、隣国築前黒岳の助力も得、築後のような城にふさわしく、大規模に城を拡張した。以後、明治維新まで来る目は、西国の大半である有馬氏の居城となった。豊氏は、田中氏が途中であった城武進を再開し、 寛永八年筑前国福岡城主、黒田長政の指導により、筑前堀を完成させ、慶安二年から四年がかりで外閣部を構築し、城下町を整備した。元禄四年四代、よりもの代になって、ようやく城郭が完成した。明治四年廃藩置県により、廃城となり、明治七年廃城令によって、廃城処分となり、建造物は北の町民が落札。 大半の城の建造物は解体された。明治10年本丸御殿跡地に、篠山神社が建造された。昭和49年には、当時の久留米市長近県俊幸行を中心に、辰宮櫓の再建が計画されたが実現していない。昭和58年3月19日、城石は、福岡県の県史跡に指定された。久留米城跡の航空写真本丸月宮櫓の石垣。 三冠丸辰巳櫓の石垣北西側の筑後川を天然の堀とし、飛行差約15メートルの川沿いの丘陵の頭頂部を平坦にして本丸が築かれ、その南側に二の丸、三の丸、外角が廃された連閣式平山城であった。天守はなく、本丸に二重の多門櫓で連結された三重櫓が角隅に七棟廃されていた。本丸の規模は、 東西約96.4メートル、南北約156.4メートル。石垣の高さは約14メートルから15メートル。本丸は中央に本丸五点、それを取り囲むようにタ見やぐら、牛ウシトラヤグラ、カラヤグ羊猿ツジサルヤグラ、サイカ月見ラ、タイの7棟のやぐらが挙げられ、ほぼ全てが多門ヤグで連結されていた。 カラヤグラとその周囲の北側の多門ヤグラヤグラ台については石垣を失い、牛虎トラヤグラもヤグラ台石垣の一部を欠損しているが、その他のヤグラ跡ではヤグラ台石垣が現存する。本丸南面本丸東面本丸西面地区後側、沿いにあたる。有馬記念館や、社務所、統合記念館がある。二の丸三の丸本丸の南に存在した周囲を堀に囲まれた角。 藩主の御殿などが置かれていた。現在はブリジストンクルメ工場の敷地の一部となっている。二の丸の南に存在した周囲を堀に囲まれた方々の角。お倉屋敷、ご倉番屋敷、クルメ藩の五名の家老の屋敷が置かれていた。現在はブリジストンクルメ工場の敷地の一部となっている。城内で最も広く三の丸の南に存在した各 クルメ藩の上級の家臣団の屋敷や五軍支配方、ご不信方などの藩役所が多く設けられていた。他にも、秋吉堂などの藩校や擬音社などが置かれていた。現在は、市役所などが置かれ、クルメ市の政治の中心部になっている。移行は、本丸の月見櫓や,や、辰見櫓、羊猿櫓などの石垣や水堀の一部、裁判所の隣に、 外角の堀跡と土塁が現存している。明治時代初頭に、城の建造物の大半は解体されたが、本丸の水種五門が、久留米市、草野町、草野のことぶ本寺三門として、一区現存している。以前まで二の丸の関門が、JR 久留米駅の西側にある京町の日林寺三門として、一区現存していたが、平成元年に老朽化により解体されてしまい、 後に同じところに再建された。ありがとうございます。